おめでとうございます。ありがとうございます。決勝もかなり難しいコンディションでしたね。いやー、もう予選と同じで、霧雨の降る中、量も多かったんで、で路面温度もそれで下がっちゃって、こうスリッピーな状況の時もあったし、自分は先頭行ってたんで、ちょっとこう一瞬ひるんでタイム少し1秒以上落としちゃって、その中でもこう振り続ける中、ちょっとやっぱプッシュしなきゃなと思ってたんで、で匠選手も本当に前回の事前テストから同じようなアベレージでずっと決勝も走ってたんで、これはちょっときついレースになりそうだなと思ってたんですけど、自分も手を緩めず、その中プッシュした時に少しずつこう離れていったんで、それが一つ勝利につながった要因かなと思ってますけど、これで非常に気がこう緩めない状況になってきてるんで、明日もね、しっかり集中して、自分の走りをすれば必ず結果ついてくると思ってるんで、とにかくいいバトルをして、自分がしっかりトップでチェックを受けれるように頑張ります。コンディション的にはその自分が望んでた方向に行ったんですか？ちょっと中途半端すぎましたね雨もうちょっと降ってくれたらまた違ったと思いますし、でもたらればなんで、今のそのコンディションに合わせられるようにしたいなとは思ってます。ただかなり今回も序盤はついていけたんですね。そうですね、序盤事前テストのペースもみんなのペースも把握してるし、そのペースで最初から走られたらちょっと厳しい状態だったんで、最初に行けるだけ行ってもうプレッシャーを与えるしかないかなと思ってたんですけど、なかなか与えられずに終わっちゃいました。ただそのマシンのセット的にはかなりいい感触があったと言ってましたね。もう事前の時よりは前進したかなって気はします。じゃあこの調子でいいところを伸ばしていきたいですね。そうですね、明日も天今日より明日の方が天気は良さそうなんで、その中でもまた前進できるようにしたいなと思います。刻々と変わるコンディションで、その中でやっぱりその中須賀選手と高橋匠選手にに比べれば、やっぱ全然適応できてなかったですし、正直結構序盤で下の順位まで落ちちゃったんで、本当自分としても表彰台、この中で取れたのは良かったかなって思ってます。最低限ではありますけど、取れるとは思ってなかったんで、明日のレースでは天気ももうちょっと回復しそうなんで、もっともっといいレースができるように頑張りたいと思います。